リカ出身の作家ベッシー・ヘッドは1937年南アフリカのピーター・マリッツブルグというところの精神病院で生まれています。お母さんが白人の女性で、お父さんがどなたかわからないんですけれども黒人の男性。ちょうど南アフリカが人種主義政策へ向かっていく、いわゆるアパルトヘイトの時代に生まれた人です。ベッシー・アメリア・エメリー、いわゆるカラードの人たちのところに里子に出されるんですけれども、13歳になってから南アフリカの東海岸のダーバンの孤児院に入れられてしまうことになります。そこで初めて里親であったカラードの両親が本当の両親ではなく、自分のお母さんが白人であり、お父さんがアフリカ人であるということを初めて知ることになります。13歳で、自分の出生の秘密を知ったベッシー・ヘッドは一生それをトラウマとして心の中に抱えていくことになります。その後ジャーナリストとして活動していくんですけれども、1960年代に同じジャーナリストだったハロルド・ヘッドと結婚して、ベッシー・ヘッドとなりますけれども、1964年に2歳になったばかりの息子を連れて、当時のベチュアナランド英国保護領、今のボツワナへ亡命していくことになります。ボツワナで、まあ、孤独の中でいろいろの苦労もしながら暮らしていくんですけれども、やがて作家として成功し始めていくという人です。もともと南アフリカでジャーナリストだった人なんですけれども、ボツワナを舞台にしたボツワナの農村の人々を描いた物語をどんどん発表していきます。でその物語が本当に政治的な作品だなと気がつくようなものが多くあります。1986年、48歳の若さで肝炎で亡くなることになってしまいます。1997年に初めてこのベッシー・ヘッドという作家のことを知りますが、当時大学3年生だった私がこの人の作品に出会い、もう本当に美しい文章を書く作家で、心の中に強く訴えてくる遠い国の作家なのに、日本にいる自分のことはなんでこんなにわかるんだというような感想を私は最初に持ちました。23年ぐらいですかねにあたりベッシー・ヘッドを敬愛しています。大学4年生の時に初めてベッシー・ヘッドのゆかりの地ボツワナ、それから南アフリカに行きました。計2ヶ月ぐらいですね滞在したんですけれども、ボツワナのセロエ村というところがあるんですけれども、そこに博物館がありまして、でその中のアーカイブ原稿ですとか何千通にわたる手紙というのがですね保管されているんですけれども、それを見に大学4年生の時にボツワナのセロエ村に行きました。この人の作品をですね日本で紹介したいなと思っていまして、まずは一つの長編作品を翻訳して発表したいな、出版したいなということで、もう20年以上ですね頑張っていろんな出版社さんとお話をしながらですね挑戦しているところです。実現されていないんですけれども、で何度も何度も訳し直して、その度に新しい発見もあるし、ちょっと年齢も重ねて経験も重ねていく中で彼女の言葉が本当にどん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 深くなっていく、違って聞こえてくるなっていう感想も持っています。多くの日本の皆様にこれもベッシー・ヘッドという人の素晴らしさを私の言葉でお伝えできるといいなと思っています。長年ブログをやってきてますし、ウェブサイトアフリカクジラの自由時間というのもやってきているんですけれども、ノートにマガジンを2つ出しています。1つはベッシー・ヘッドとアフリカとということで、彼女のことをバックグラウンド、作品のことをですね書いたマガジンを今やっていますけれども、まだ途中です。もう1つが雨雲のタイプライターというマガジンです。でこちらはベッシー・ヘッドの作品からですねちょっとずつ切り出して、でこんな文章を書くんだっていうことが多くの人に知ってもらえれば嬉しいかなと思っていて、自分の日本語訳でちょっとした解説をつけながら紹介していくというのをやってます。アフリカンフェイルという ID でやってるツイッター、こちらにも毎日朝7時にベッシー・ヘッドの作品からちょっとですね紹介できればいいかなと思って流しています。誰かの心にふって届いたらすごくいいんじゃないかなって思っています。動画でもいろいろ発信
していくことができればいいかなと思っています。ベッシーヘッドのこととか、まあ、私がどうやってベッシーヘッドと知り合って、これまでどういうことがあったのかというようなこと、それから作品のことをですね、お伝えしていければいいかなって思っています。